オンラインの出会いの方が幸福になると聞きますが、高校からの仲のいい子は気になります。今後の友人関係を壊すリスクを考えると踏み出せません。マッチングアプリに注力すべきでしょうか。ちなみに相手に彼氏いますってことなんですよ。もう彼氏がいるんだったら、普通に友達関係を継続しながらマッチングアプリでいろんな人と出会って、で、彼氏とその子が別れた時に、そのマッチングアプリで会った人よりもその子のことが好きだと思うんだったら、そっち行けばいいと思いますけど。はい。